どんぶりどんです。今回はタチャンカで迷惑行為以外ができるようになってちゃっかり強化が来ていたということについてやっていきたいと思います。こいつね、もうほんと今まで本当に迷惑行為しかできなくて、もう致死量の床と壁を開けまくって、もう隠れる場所を失うみたいなね、あの確実に使ってたら通報されるようなねキャラクターだったんですよ。だからもう通報されたくて、もうこのゲームもうアカウントバンされたいっていう人がね使うようなキャラクターだったんですよ。まさかそんなゼータディビジョン所属してる人がそんな迷惑行為について詳しいはずないだろう。冗談やめてよ。いやっていう人もいると思うんだけど、いや俺ちゃんとプレイヤー評価バッチリ要注意なんで大丈夫です。これね信憑性本当に高いんで、あのちゃんと要注意のプレイヤーからの、プレイヤー評価の低い人からのちゃんと視点から見たあのプレイヤー、あのキャラクター評価なんで、あのキャラなんで、これガチですね。絶対に通報されますよ。なんなら要注意通り越して不道徳まで行くレベルなんで、マジやめた方がいいです。絶対通報されますよこれ。まあこれ2つほど強化来たっていうのは何かっていうと、これね要注意の俺がこれ正当にまでプレイヤー評価正当にまで上り詰めるこの2つの強化何かっていうと、まず2倍スコープ、これサブマシンが2倍スコープ追加されたってことと、2つ目が火炎弾壁跳ねしなくなったんですよ。だからカバー取れるようになったんですよ。ちょお前生き残れ、えらお前、えワンフォー、はダメ、おい動画ボツになっちゃう。来た神が来た。昨日ね動画上げられなかったね理由一つ教えてあげようか。タチャンカで床と壁破壊しまくったからだちょっとね昨日5時間ぐらい裏技とか言って床と壁開けまくったら動画撮れてやめました。なんか後ろにピンついてるの、ね、にこれねブロンズシルバーの人の思考の真似してあげようか。あっフッカーに敵いる、この部屋敵だ、カラスなると思うけど、いやチャンピオン隊は違うんだ。ちょっと待って、え待って、まだ1分20秒あるから、えこれ下がってビップ行った方がよくない？これロックしたら勝ちだと思う。多分俺のこと探して殺しに来ると思う。これバレたらこのゲームクソゲーだと思うし絶対に平気だと思う。バレる、味方が排除された。えちょっと待って意味わかんない。みんなねどこか勘違いしてると思うけど、あの俺別にね、あのいやー俺プレイヤー評価要注意か、いや世間の評価気にしない俺、いやかっけー、いや自分なんかやっちゃいました、いやなんかいたんですかね、いや周りとなんか違いますか俺、いや違いますか、いやいたんすか、いやマジ世間と、いや合わねー俺世間と合わない俺、いやかっけー、いや思ってないですからね、別に本当に思ってないあのみんなね、お前動画撮るのはいいけど周りの人に迷惑ならないように動画撮ってくれよ、もうお前のこと応援できないよって思ったりねする人もいると思うんだけど、いやあのマジで迷惑行為してないからね。あのこれ冷静に言うとどんな技やって5時間もやって撮れなかったかっていうと、単純に裏技弱かっただけあの何やったか教えてあげようか。あの床に壁ちょっと開けて、あの火炎弾が跳ねなくなったからその床でジャストに燃やすって、火炎を燃やすっていう裏技があったんだよ、本当に使える裏技、それを見せたかったんだけど毎回1回で死んだからもうやめます。まあでもねこの火炎弾が跳ねなくなったっていうのはこれあのちゃんと使えばこの強いから、いやこれ今からもう俺がチャンピオン隊到達したこの僕がちゃんと本当の使い方を教えてあげます。この強化後のタチャンカ、これタチャンカの火炎弾、前は壁に当てるとスーパーボールみたいにすごい跳ねて全然道を塞ぐことがすごく難しくて、コントロールが俺チャンピオン隊の僕でもできなかったんだけど、この僕でもできなかったんだけど、もう一度言うね、チャンピオン隊のこの僕でも無理だったんだけど、今壁跳ねなくなったから遠距離からカバーができるようになったんだ。えちょっと待って、敵来なくない？でも例えばねこういう天井とかに行ってほら跳ねなくなったからすぐカバーできて、あ犬飼い来た、あ犬飼いとかほら壁に当ててすぐ遠距離からカバーが簡単にできるようになったんだ。はい、チャンピオン隊の声ってそんな感じなのかよってみんな思ってるじゃん、誇張しすぎだろって思ってるけど、いやマジだからね、俺の友達にチャンピオン隊の友達でこの話し方の人いるんだけど、ガチなんでこういうねあちょっと待ってっていうなんかこうささやき系の声になるかっていうと、やっぱチームでやっぱやってるゲームじゃん、だから味方のメンタルをこう揺らして、なんて大声出すとさ味方がメンタルなんて揺れてさパフォーマンス出なくなるじゃん、だからささやきボイスでみんなの迷惑にならないような VC を心がけなきゃっていうその強者の心がけが裏目に出て、あちょっと待ってってなっちゃうんだよこれまあチャンピオン隊の話からこれだからガチで、
でもブロンズシルバーは味方とか気にしないから、あ、ざけんなカスだっていうのがプラチナ隊ぐらいの人、ゴールドプラチナ隊ぐらい。チャンピオン隊は、え、ちょっと待って、なんで味方死んだの、意味がわからない。ほらカバー簡単でいいでしょ。え、アリバイ後ろにいたよね。え、どこ行った、ちゃんとチェックしたんだけど、あ、裏があってたのね。あ、でも俺の会員が働いてるこれ。でも俺 N 回ね来たのね、ずっとこれカバーしたからね、多分味方見るとこ2個だけになってたよ。めちゃめちゃ強かった。これはえチャットできたわ、タチャンカレジェンド乗ってきたタチャンカ伝説。でもぶっちゃけね、タチャンカってね火炎弾で燃やしてるだけで、カバーがめちゃくちゃ神カバーなんだよね。味方にすっごい助かるっていうね、カバーが取れるから。これね、なんならね、チャンピオン隊の人とかが使うようなキャラじゃないね。強い人はもっとアリバイとかビジルとかオフェンスキャラ使って、姫たちがこれ使った方がいい。やだ、私殺せない、代わりに殺しに行って、ついでにランクもキャリーして、あとランク低いアカウント持ってきたっていう人が、あのこれ使った方がいい。タチャンカ、うん、ついにランク低いアカウント持ってきて、ありがとう、あ、スマホ気持ちみたいな人が、これやった方がいい。タチャンカは姫がやった方がいい、これマジで。で、あとはこれ1個の通路を火炎弾で、姫が私この階段燃やしとくねみたいな感じで、ジュー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 、もう焼き3分間ぐらい焼き尽くしながら、他の方角は全部オタク君にやらせればいい。いや、全部倒しておきました。たかしくんすごい、いや、これぐらいは、いや、余裕かとみたいな感じで、そういうやり取りしたらマジランク上がりますよ。いや、マジ偏見とかじゃない、本当にこれ、実力不足だな。ゆうたの方がゲームうまくて、俺いつでもいつも足でまとい、いつもお前もう リス力動くな、お前もうコントローラー触んじゃねえみたいな感じで、いつも俺言われるからもう動けないっていう人とかがこれ使った方がいい。だから友人とか彼氏彼女とか、そういうね関係でキャリーしてもらってるっていう、そういう人はねぜひタチャンカ使ってくれ、迷惑行為以外ができるの。壁跳ねなくなったからね、あの人一生燃やせるんだよ。ちなみにね、使える話言うと、これ1個火炎弾10秒燃えるから、全部20個入ってるだろ、20×10秒、200秒燃えるんですよ。200秒踏んで直すと、3分20秒燃えますあ、ちょっと待って、カソいる、これ計算遅くない？右いる、これ右いる、あと左にもいる、あいつだけ左見る。いや、どっか行ったら、いや、これハイドしてく、ヒデします、これ。ちょっと待って、カイド、お前同じとこ見んな、同じとこ見たら殴るぞ。で、すぐ殴んない、手出さない。いや、だからね、これマジでね、打ち合いに自信がない人はやった方がいい。ナイス。まあ2倍サイトのね追加もねマジで強いんだけどね、うち強くなったんだけど、ぶっちゃけカバーのこの火炎弾の強化の方が強い。だからこれからね、もう FPS 女子がいるのかどうか、俺はこのゲームを女子とやったことが本当にないから分かんないけどもしオタク君が一緒に CG やろう、ね、ランクね、私のことキャリーして、あとついでにランク低いアカウント持ってきてって言われたら、おめえも頑張んだよって強い口調で言ってやれ。あのタチャンカ使わせて、おめえも頑張んだよって言いながらタチャンカ差し出せ。ちゃんとね、頑張らせろ、そんなね、変なことするな、ギリギリ規約違反みたいなことするんじゃねえっつって、ちゃんとタチャンカを持たせろ、タチャンカ購入させて、もう必死こいて超高ランク帯で火燃やさせろ。それぐらいね、姫にはね、旅をさせた方がいい。まあ僕にはね、あぶっ、びっくしょ。あ、ちなみになんでね、俺ビアード使ってるかっていうと、こいつも、なんつーの、てかなんかニスコに、2倍スコープに実は強化が来てですね、なんか覗き込みが早いんすよ、ガチで。あのこいつライフルシールドつくから遅いんだけど、あのライフルシールドの覗き込みが遅くなるデバフがついていながら、めちゃくちゃ覗き込み早い、割と早くなる、デバフが出る。僕に取らせろ、あ、いた、はい、そう、ニスコマジ強いんだよ今。はい、ということで皆さん、タチャンカと2倍スコープ適当に使ってみてください。ということで、メルトンでした、バイバイ。